直接凡事不可说お願いします。はい、なんか今映像では一部ですけど、なんか輝きのジム異常に広そうですね。そうですね、めっちゃ広いと思います。なんかちっちゃな体育館ぐらいありそうですね。あ、そうですね、もう結構入る、ここでアマチュアの試合ぐらいだったらできそうなぐらい広いですよね。わあ、ちょっと都心ではちょっと考えられないような広さで、はい、環境で練習してるわけですね。そうですね、はい、いい場所です。で、今回、ようやく暫定王座決定戦でチャンピオンベルトがかかる試合が決まりましたけど、話が来た時はどんな気持ちになりました？いや、そうですね、いや本当チャンスだなって思いましたね。やっぱ気合も入りましたし、まあモチベーションはやっぱりすごかったですね。すでに他団体ではチャンピオンになってますけども、やっぱりライズのチャンピオンベルトがかかってるってなったら、ちょっと気持ちの入り方違いますか？そうですね、自分はライズでデビューさせてもらって、でライズでコツコツ戦ってきて、でまあ一旦他団体の方でタイトル取らせてもらって、でまたライズに戻ってこれて、まあ、ライズのベルトを本当目標にしてきたんで、本当気持ちは違いますね。自分がライズの大きなチャンピオンベルトを腰に巻く、肩にかけるってイメージはどんな感じですか？そうですね、まあ、相手強いん で6月の試合終わったばっかりの時は、まあ、ちょっとやばいなと思ってたんですけど、まあ、それがケツに火ついて、まあ、だいぶいい練習できて、まあ、今となってはもういろんなそういう勝った時の、マイクとかもういろんなもん想像して、いいイメージでやれてますね。じゃあもう結構頭の中ではニヤニヤしてるような感じですね。いや、もう自信満々です。これはもう、はい、誰になんて言われようが、自分はもう勝つ気満々でいるんで。取ってベルトを新潟持って帰ったら、新潟在住ではライズでは初めてのチャンピオンになるんじゃないですか？そうですね、はい、ライズはそうですね、はい、なんで、まあ、それも含めてちょっと新潟盛り上げたいなとは思ってます。周りも結構盛り上がってるんじゃないですか？いや、盛り上がってくれてますね。それこそ、まあ、今までは新潟とか、まあ、会社の人とか、まあ、本当周りのスポンサーさん、ジムの人、家族とかにしか、まあ、認知されてなかったんですけど、もう今年に入ってからアベマの放送とか SNS を通して、まあ、いろんなところで応援してくれてる人が増えてきたんで、もうそこもやっぱり盛り上がってくれてるんで、まあ本当いいコンディション、心のコンディションで、はい、過ごせてますね。じゃあ今回の王座挑戦っていう部分ではあれですね、新潟の格闘技全体が盛り上がってる感じですね。はい、もうおこがましいんですけども、背負ったつもりでちょっと頑張りたいなと思ってるんで、はい。でも今もう新潟結構あれじゃないですか、もう冬って言いますか、かなり冷えてきたんじゃないですか？そうですね、だいぶ寒くなんで、今日は結構寒いですね。でもインドアだし慣れてるから大丈夫ですか、その辺は問題なし？あ、まあまあそうですね、まあ、この季節がまた来たなって感じで、まあそこら辺は。
大丈夫です。わかりました。で今回暫定王座を争うカズマ選手なんですけど、先ほどかなり強い相手って言ってましたけども、はい、相手としてはどうですか。まあそうですね、本当戦いたかった相手なんで、あとまあ誰が見ても強いんで、そうですね、まあ上限の三日月とかも、まあ、本人、まあ、相手見えないだろうって言ってたんですけど、まあ、多分見えない攻撃なんだろうなと思いますし、まあ、相手も一生懸命なんか当てようとしてくるんだろうですけど、まあ、俺もそれで、まあ、当たらないように頑張るんで、はい、まあ、強いですよね、いろいろできて。でしたらあの上限への三日月ですとか、カズマ選手のオリジナル技も耐える、しのぐ、避けるって、まあ、いろいろ考えてるわけですか。あ、そうですね、まあいろいろそういうのを、まあ、気をつけるように練習してきたんで、まあ、あと、まあ、3分、5ラウンドなんで、まあ、5ラウンドのうちにどっかで捕まえて、まあ、ボコボコにしちゃおうと思ってるんで、そうですね、そんな感じで、あんまり、まあ、すごい技だなとは思うんですけど、そんなに特になんとも思ってないですかね。キャラクターって部分ではいかがですか。キャラクターの部分ですか。いやでもあの経歴がすごいなと思っていや本当そこら辺はすごいなと思ってですね。現時点であの明かせる範囲内で構わないんですけども、はい、どんな結末になるというふうに想像しますか。どんな結末。そうですね、まあ本当3分3ラウンドで結構、まあ、早く倒さんばって感じで焦ったりとかするんですけど、まあ、今回5ラウンドなんで、まあ、本当どっかで捕まえてもう引っ叩いてひっくり返ってくれればなって思ってるんで、結構心的には5ラウンドっていう感じで、まあ、気分的には楽ですね。延長戦も無制限で設けられていますけど、そこまで突入する可能性ありますかね。はい、わあどうなんですかね。行ったら行ったでこっちの方が分があると思ってるんで、まあ、後半に行けば行くほど、まあ、俺の方が有利かなと思ってるんで、そうですね、ガッツンガッツン殴りつけて削ってっていう感じイメージではいますね。5ラウンド制の試合っていうのは経験されてますか。あ、まあ、1回あるんですけど、その時は2ラウンドで終わったんで、フルで5ラウンドやったことはないですね。どうですか、初めて、はい、仮にの話になっちゃいますけど、4ラウンド以降に突入したら自分の体力、スタミナっていうのはどういうふうになってるかって想像できますか。あ、どうですかね。でも、まあ、スタミナに関しては、まあ、自分のスタイル的に、はい、そういう耐えられるぐらいの練習量をこなしてきたんで、そうですね、そこ行っても、まあ、疲れても、打ち続けるっていうメンタルは、鍛えてきたんで、まあ、いけるだろうなとは思ってますね。じゃあもう終わってしまいましたけども、今年の夏とかも秋とかもずっと試合もなかったけども練習三昧って感じでしたか。あ、そこはもうなんかキックボクシング始めてから、まあ、もう常に格上っていう気持ちで戦ってきたんで、そこはまあそのこの試合に向けて何ヶ月というよりも始めた頃からもう一個一個ゴールだと思ってやってきたんで、まあ遊ぶとか特になく、まあ、これが遊びなんで、はい、まあ本気の遊びっていうんですかね、はい、やってきたんで。そこまでキックボクシングにのめり込んで打ち込んでるってことですね。そうですね、面白いですよね、キックボクシング。立って叩き合うっていうのが好きなんで楽しいですね。それが今練習を生んでる要因ですかね。あ、そうですね、あとやっぱなんかこうまあ地方からやってやるぞっていう、あってそれでまあ1回でも負けたらもうオファーは来ないんだろうなっていう気持ちでやってるんで、まあ、負けてもすぐ大きいところにポンって呼ばれる人間よりはまあ、覚悟は違うかなと思ってるんで、まあ、そうチャンス来ないんで本当一個一個、まあ、年齢的にもものにしてかんと先がないんで、
まあ、そういうところでの、気持ちの強さっていうのはあると思います。やっぱりそこはあれですか、地方在住のキックボクサーとしてのこのメンタルの強さも見せたいっていう気持ちはありますか？いや、めっちゃありますね。それはあります。でもあれじゃ、そんなにハンデは感じてないんじゃないですか？ハンデは感じてないですね。なんでみんながハンデある言ってくれてるんで、寝るときにやけるっすよね。試合までも毎日毎日にやけながら眠れそうですか？そうですね、まあ、もうやることやってきたんで、はい、こう体の調子、減量とかも、まあ、いつも通りいいん でモチベーションはいつも以上って感じなんで、本当、はい、あとはもう戦うだけっていう感じなんで、はい、そんな感じです。わかりました。じゃあ最後にですね、ライズファン、石月ファンの方々に向けて熱いメッセージをお願いいたします。はい、多分どうだろう、下馬評では自分の方が不利だと思われてるんですけど、まあ、はい、それで、まあ、ケツに火ついてこの数ヶ月でかなり伸びたと思うんで、まあ、その試合当日、はい、どうなるか楽しみにしてもらえたらと思います。まあ、ライズを、はい、22日見せれるように残りしっかり仕上げるんで期待してください。